どうも、生物観察の鬼です。今ね、夜の公園でライトトラップしてます。これね、紫外線をたくさん出すライトなんですよ。ほら、青白く光ってますね。白い布を当てるとね、青白く光るんですよね。今私の3台三脚にセットして、であれヒロポンのなんですよね。4台体制でやってます。4台もあったらね、あっちが雑木林なんですけど、あっちからいっぱい飛んでくるんじゃないですか。なんかヒロポンとギッちゃんと一緒に夜の雑木林来てます。来てます。あれはミヤマカミキリですね。ミヤマカミキリがおりますな。はい、なんだこの赤い虫は。めっちゃ赤いぞ。ケツ汚い。この赤い虫あ、ケツはなんか泥で汚れとるだ。ケツ汚い。赤ツノムシがおる。赤ツノムシが、ほら、おしっこ、おしっこ臭そう。どれ、おしっこするか。あれ、おしっこせえへんやないか。この赤ツノムシ赤いな、これ赤いね。これは誰かが置いたね。トラップなんだな。カブトムシトラップを置いたつもりなんでしょうけど、ゴキブリしか見てない。これヤマトゴキブリかな、この子は。この子たちはメスだな。ブリブリだわ。ブリブリ、ブリ、うわー、やばいやばいやばい、危ない。噛まれると痛いんですよね。めっちゃ痛いよ。痛い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 。どこ行った、どこ行った。ここにもカマドウもおるがな。ほい、よし、捕まえた。あ、これは産卵が出てるんでメスですね。うわー、うわ、汁出した。うわ、なんかブリブリ。バッタがよく出すゲロですね。そう、ゲロ吐いた。ゲロ吐きましたね。ゲボした。カマドウマがゲボしたちょっとね、雑木林見回ってる間ミヤマカミキリが飛んできてますね。4匹、あ、5匹すげえ。うわー、あ、なんだこれ。スジコガネの仲間だな。スジコガネっぽいな、これは。あ、こっちにもコガネがいますね。お、それはまた違うやつかな。なんだろう。違うか。桜、あ、どうだろうな。なんかちょっとわからんな。スジコガネ赤は何かだな。何かですね。かわいいな。いっぱい来とるで。なんか引かれた虫の死骸に黒終わりがたかってますね。なんだこれ。もう結構バラバラになってるかわからんな。コガネ虫っぽいけどね。コフキコガネが飛んできましたね。コフキコガネが、あー、なんかまたおる。コガネ虫、これはなんだ。桜コガネっぽいな、これは。今ヒロポンのカメラ回して愚痴言ってたらね、なんか真珠さんが飛んできました。で、真珠さん飛んできたらなんかね、愚痴る気失せちゃいましたね。ライトラの上に止まってますね。ライトラの上に止まりましたね。ほら、真珠さん綺麗でしょ。あー、また飛んだ。すげー、やべえ、真珠さん来たよ。いや、テンション上がりますね、これ。うわぁ、こんな綺麗な、これはもう息をする芸術。まさに芸術よ。まさに芸術です。このお腹のアートだよ。お腹の模様もいいですし、この羽の模様も素晴らしいんですよ。あ、石垣島以来だわ。あ、いいもん来たな。これはもう持って帰るしかないですね。あ、これライトラやった甲斐があるね。いや、もうライトラやってよかった、今日。真珠さん来たらもう文句ないかな。いや、文句ないですね、これは。あー、なんか、どうした？前に入れたガの卵がなんか腐って張り付いてます。えぐ。これは三角地というね、紙でね、皆さん。ちょっと折り方間違ってますけど、これ。これ、このようにね、折り方間違ってんだな、これ。どう折ったの？え？折り方間違ってるんですよね。これ巨大なやつ用に、デカめに折って、二重に折ってあったんですけど、ね。あ、そうだ。こうだろこうだろ。長屋さんに殺されるよ。長屋さん怖いからな。こうだろ。あ、そっちに入る。こっちで入りますね。あ、よかったね。はい、拘束しましたね、真珠さん。こいつのやり方はなってないって切れられる。長屋さんに怒られますけど、まあこれで持って帰ります。これがね、あの三角紙ケースですね。はい。あー、いいもん見た。毛が剥げてますね、これ。あ、本当はね、もっとここフサフサになってるんですけど、ちょっと抜けちゃってますね。クチバスズメが来ましたね、これ。ほら、かわいいですね、クチバスズメちゃん。ほら、かわいいね、かわいいね。iPad 便利だ。やばい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 、みんなやばいって。これ今ね、ちょっとライトトラップ山の中でしてて、それで今あのライブ配信してたんですわ。あれ、ヒロポンがね、使ってるリホくんなんですけどね、なんか今ね、ミヤマカミキリにめっちゃたかられてますけど、まあそんなことはどうでもいいですよ。この虫見てください、皆さん。これほら、カマキリみたいな、なんかカマキリのお化けみたいな変な虫がおんねんけど、これ何これ。
カマキリとスズメバチの融合体みたいなやつ、ね、そう、なんかカマキリとハチの雑種みたいな、なんか変な虫がおんねんけど、何これ、ちょっと見たことないぞこんな虫こんな虫見たことないねんで何この虫。はい、これはね、ヒメカマキリモドキという昆虫ですね。カマキリモドキっていうのはね、ウスバカゲロウとかに近い仲間ですね。アリ地獄の仲間ですよ。それだね、アリ地獄の仲間ですね。で、確かカマキリモドキはクモの卵に寄生するのか、クモのね、卵に寄生するんですよね。クモの卵に寄生するやつで、あ、どっか飛んだ。あ、ばばばばばばば。あ、あ、腕にいます。あ、私の腕に止まりました。おーちゃんさんの腕に、これ雲に寄生するやつなんで、これ寄生虫なんですよ。これ寄生虫っすよ、ヒロポン。寄生虫、寄生虫だ、寄生虫動画だ、寄生虫動画っすよこれ。ほら皆さん、この寄生虫かっこよくね、超かっこよくないですか。これね、あの鎌みたいな前足あるじゃないですか、なんか肉食っぽいでしょ。本当に肉食なんですよこれ。他のちっちゃい虫捕まえてね、あの鎌で捕まえてもしゃもしゃ食べちゃうんですよね。ですから、あの普通にね、あのカマキリみたいにカマ使って、今ね、マイマイガが私にアタックしてきました。今動画で撮影中で、私がね、あの何も手出しできないのをいいことに、それにつけ込んでなんかアタックしてきたわけですよ。ひどくないですか、なんかちょっと卑怯だと思いますけど、まあ、あのカマキリもどき飛んできたんで、そんなことはどうでもいいです。もうあの許しましょう。今私のね、頭になんかついてるんですけど、ぎっちゃん、俺の頭に今何ついてる。わかりました。むずがゆいわボケ。取ってあげてください。吹っ飛ばした。吹っ飛ばした。センキュー。カマキリモドキ。カマキリモドキの撮影命がけだな。結構いろいろ妨害が、いろんなチャチャが入るからさ、やべえよ。撮影してください、撮影。やべえ。鬼の撮影を。ほら、皆さん、じっくり見てごらん、坊やたち。これがね、カマキリモドキですよ。ヒメカマキリモドキ。何種類かね、種類いるんですけれども、ね、カマキリモドキで、ね、今、夏ね、結構明かりに来るんですよね。これ明かりに来たちっちゃい虫とか食べるんで、いや、こんなとこにいるんですね、カマキリモドキ。カマキリモドキおんねんな、これやばいね、やばいですね。 まさかこれが来ると。いや、さっき真珠さん来たじゃん、で今カマキリモドキ来たじゃん、もう俺文句ないよ。いや、運が向いてきましたね。そう、なんかさっきね、ヒロポンのカメラでめっちゃ愚痴ってたんですよ。あの最近ね、なんか踏んだり蹴ったりなんで、めっちゃ愚痴ってたら、なんかね、カマキリモドキとかでね、ああいう風になんか本当にね、ミヤマカミキリもいっぱい来てるわけですよね。まあもうね、なんかいいかなって感じですよね。なんかもう私ね、あのいろんなことに対して怒り抱えてたんですけど、もうね、カマキリモドキ来たんで許してあげようと思います。いや、やっぱカマキリモドキって素晴らしい虫なんですよ皆さん。あの、ぜひ覚えといてください。世の中にはね、こんな虫がいるんですよ、カマキリモドキ。覚えといてくださいね。これ雲に寄生するんで、これ寄生虫ですからね。こんなかっこいい寄生虫がいるんですよ皆さん。世界一かっこいい寄生虫じゃないかな、多分、知らんけど。というわけでね、もう私、あの全て許します。ありがとう、ありがとう。あ、でかいですね、割と。そう、いい体格してる、持って帰ろうかな。好きにせえ。ムンズしろ、ムンズ、ムンズ、ムンズ。誘拐。あ、痛いの。大丈夫か。いいですね、痛いぞ、カブトムシは。あ、掘られてる。なんかヒロポン気持ち悪い。